それでは神道展示室の続きを見ていきましょう。今回は神観念の変化がよくわかる神像についてクローズアップいたします。古代の人々が神の姿についてどのようにイメージしたのかよくわかっていません。風が吹く、川や滝の水が流れる、太陽が照る、地震が起こるなど自然の働きに神の力を見ていたようです。ですから神は感じるものであって見るものではありませんでした。やがて人間と同じ姿をした神様の像が作られるようになります。この神様の像を神像と呼びます。現在残っている古い神像は9世紀平安時代の初めに作られたものです。これは15世紀から16世紀頃、室町時代に作られた神像です。男女一対の神像で、一本の木から作られたと推定されています。男性の神様の方は、平安時代の貴族のような姿をしていて、頭に冠をかぶり、手に尺と呼ばれる板を持っています。女性の神様の方は、平安時代のお姫様のような姿をしていて、長い髪を垂らし、袖の広い装束を着て、大陸風のうちわを手に持っています。仏像は持ち物や姿によってどの仏様であるか区別がつきます。しかし神像は男性か女性か、僧侶か貴族かがわかるくらいで、持ち物や姿によってどの神様であるか判断することは難しいと言えます。この神像もどの神社で祀られていた神様で、どのような神様であったのか分かっていません。日本に仏教が入ってくると、神様は仏様や仏教と様々な関わり方をするようになります。例えば神様は仏教や寺院を守る存在である、あるいは神様自身が仏教を信仰することを希望する、または本寺衰弱説が現れるなどです。本寺衰弱説というのは、神は仏が姿を変えてこの世界に現れたんだと考える説のことを言います。このような中で神は僧侶の姿でも表されるようになります。初期の神像というのは僧侶の姿で表されるものも多いようです。これは僧侶の姿をした八幡様の絵で、僧行八幡神像と呼ばれています。僧侶がつける袈裟をかけ、右手に尺杖を持ち、左手に数珠を持っています。先ほど神様の姿には決まりがないというお話をしましたが、この僧行八幡神像のように、お約束、描かれる際のお約束を持った神像もあります。これは昔、京都のお寺が持っていたもののようで、もしかしたらお寺で祀られた神様なのかもしれません。今回は神の姿、神像をクローズアップいたしました。次回は神のお食事である神饌についてご紹介いたします。ぜひご覧ください。